はい、ゴールデンウィークの月城です。今日は、自転車の空気ポンプ、空気入れですね。これをご紹介したいと思います。昨日ですね、冬タイヤから夏タイヤにジブに交換したんですけども、車を履き季節によってねタイヤ履き替えたりするときに、タイヤ保管してから出すことがあると思うんですけども、そんな場合に一般的にはガソリンスタンドに行って空気をちょこっと入れる程度でいいかもしれませんけども、自宅でも自転車の空気入れがあれば、空気を簡単に入れることができます。ただ、空気入れにはですね、自転車の空気入れには、バルブの形状が大きく通常3種類あって、アメリカ式、フランス式、イギリス式とかあるんですけども、車のタイヤのバルブはアメリカ式です。で、ロードレーサーですね、ロードレーサーのようなものは、フランス式で、ごく一部イギリスの自転車、ママチャリみたいなやつはイギリス式のバルブが使われています。よってですね、空気入れ、自動車に空気入れるために、空気入れを買われる方はこのバルブに注意してください。使うのはアメリカ式です。これはですね、廃道、林道、山の中に入っていくときに空気をですね、空気圧を落として走って、帰りに、エアコンプレッサー、電気式のやつもあるでしょうし、いろいろ機械のものもあるんですけれども、これ一本持っていけば、簡単に、空気を入れることができるということを今日ちょっとお見せしたいと思います。では始めたいと思います。では、まずタイヤエアを、測りたいと思います。これエアゲージですね。キャップを外して押し付けます。はい、今後輪のタイヤはどのくらいですか。これメモリはですね、 KPA という赤いメモリを使います。しますと、そうしますと大体、これで 1.5 キロぐらい、 1.5 キロぐらい入ってるかと思いますね。でこれを、この状態と、はい、後輪のこちらが、こちらですね、こちら 1.2 キロぐらい、1.2 キロぐらいしか入ってませんね。はい、じゃあこれを車のポンプ使って入れてみたいと思います。はい、じゃあ、自転車の空気入れを使って、車のタイヤの空気を入れたいと思います。このタイヤの空気入れを使うと、こちらにですね、アメリカのバルブとフランス式のバルブ、2つ、バルブがついてますけども、車の空気圧を入れると、空気を入れるときはこのアメリカ式、大きい方ですね、大きい方を使います。こちらちょっと取ってください。まず最初の空気を、空気がどのぐらい入っているか、エアゲージでいうと、1.2 キロぐらいですね。現状タイヤが 空気圧が入ってます。でこれを、1.8 まで入れるのにどのぐらい時間がかかるか、試したいと思います。ではストップウォッチセットします。今ここから用意スタート。差し込んでレバーを引くと抜けなくなります。この状態で空気を入れています。
ますね。まあ、58分、約1分ですね。この状態で空気圧を測りたいと思います。はい、ここ取ってください。ここね、今まだですね、1.6 ぐらいですね。1分で 1.6。 もうちょっとじゃあ入れたいと思います。はい、じゃあ再開します。こちらのついてるゲージがね、結構細かくていい感じになるんですね。2のものでも入れてみましょうか。じゃあこれで一回止めますね。今1分45秒。そうですね、ちょうど今、200のところから目盛り2つ分、180ぐらいですね。これで 1.8 キロ入ったことになります。ですから 1.2 から、 1.2 キロから、まあ、1.8 キロまで入れるのに、まあ、2分弱、まあ、かかりましたね。まあ、手際が良ければ1分30秒ぐらいで1本あたり入れられると思います。ちなみにですね、ジムニーのタイヤ、こちらに来てください。ジムニーとタイヤの、適正のエアは前輪が 1.6、 後輪が 1.8 となってます。ではタイヤの取り外し方について説明します。使うのは、まあ、私はこの伸び縮みする、尺が伸びるレンチですね。これを使います。これとジャッキは車載のはもう全然使い物にならないんで、油圧式のシザース、マザダ製の、シザースを使いたいと思います。まずじゃあこちらへ、よいしょ。タイヤをですね、交換するときは、ジャッキを上げる前にまずレンチでタイヤを緩めます。そのときに、当ててですね、まずジャッキを上げる前に、緩めておきます。緩めるときはボルトに差し込んで、体重をかけて下に回します。くれぐれも、これを反対側から上に持ち上げるような上げ方はやめてください。というのはこれが外れた時に、バーンと自分の顔当たったり怪我をする場合があります。なので必ずレンチは上から
下へ回してください。上から下ですね。で、ある程度緩み終わったら、次は返してください。ジャッキアップポイント、ここにジャッキをかけます。このように完全にタイヤが浮く状態になってから、あとはネジを緩めてタイヤを外します。まずも簡単で、ここをゆっくりと開けます。これで車を下げることができます。そしてボルトの締め方ですけども、今度は反対側ですね。締めるところも、体重を乗せて、はい、決して持ち上げるのではなく下げる方向、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 まあ、このような形で、増し締めしてください。そして、しばらく走行して、例えばガソリンスタンドとかで給油するときにもう一度レンチで増し締めしてください。たまに、走行した後少し、よく締まってない場合があるので、特に後輪はそのようなケースが多いです。なので、増し締めの確認は、必ず行ってください。以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。